始まるよ。みんなこんにちは、まりちゃんです。いるちゃんです。みなくんです。はい、今日は1月1日です。イエーイ。はい、皆さん今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、そして先ほどパパからお年玉を皆さんもらいましたね。はい、ということで今からお年玉を使ってお買い物とかしたいことをしていきたいと思います。はい、はい、早速皆さんお財布を見せてください。どういうお財布ですか皆さん。はい、まりちゃんはこの長財布ね。そしていずちゃんはオーストラリアで買った長財布です。はい、はい、そしてみなくんはベイマックスの中に、うん、あの丸いコインね。うん、コイン100円玉とか500円玉が入ってます。もう一つあるんだよね。そう、お財布を入れるマイクラのやつはこのお財布ね。うん、はい、で今から出かけるんだけど、まず3人のしたいこと、お年玉の使い道を教えてください。はい、はい、でまずまりちゃんから何したいですか。私は、うん、文房具で足りないものを買って、おお、それでも余ったら貯金って。貯金すごい、これ性格出るね。え、他に欲しいのないの。ゲームソフトとか。あんまりない。服とか靴とか。靴いいの。靴もいい。でも行ったお店でいいのあったらもう自分が好きなように使っていいと思うよ、うん、ね。ということでまりちゃんは貯金もするということです。すごい。そしていずちゃん、いずちゃんは何に使うの。うん、あつ森のソフト買う。あ、あつ森のゲームソフトを買うみたいです。最近まりちゃんの使っててね、いいないいなって言ってたんだよね。みなこは何を使い、何に使いたいですか。うん、靴。あとゲームセンター。あ、ゲームセンターね。あとはなんか使い切るタイプだね、みなこ。あとは、うん、ゲームのソフト。あ、ゲームのソフトね、新しいの出てるないいね、出てるとね。はい、じゃあ果たして皆さんのお小遣いで買えるのか、お年玉で買えるのかということで、今から行っていきたいと思います。はい、うん、今からお出かけに行くよ。えいえい、あー、これ買うの。何買うの。あつまり。あつまり、あつまり、いけた。イエーイ、かわいい。消しゴム買った。いいじゃん、すごい。すごいね。完成にお預かりいたします。帰ってきたよ。はい、みんなお財布の中残っていますか、それとも全部使っちゃいましたか。残っています。あ、残ってるの。それはなんでか言うと、うん、あんまり高いものは買ってないからです。あ、そうなんだね。マリちゃん残ってる。残ってます。あ、残ってるね。はい、みなくん残ってる。全部使っちゃった。あー、そっか。ちなみにみなくんとマリちゃんはゲームセンターでね、お金を使っていました。はい、はい、では買ってきたものを今から紹介してもらいたいと思います。はい、みなくんから紹介したいと思います。はい、みなくんはお年玉でね、これで5000円もらいました。お、みなくんそれは何ですか。これは絆創膏です。あ、鬼滅の刃の絆創膏だ、うん、しかもなんか値引きされてて110円というふうに書いてありますね。次は、次はこれです。あ、赤鉛筆。赤鉛筆じゃん。なんで赤鉛筆にしたの。面白いんだけど。みなは、うん、赤が大好きだから。あ、それで赤鉛筆ね。あと分かった、うん、あと小学生にあともう少しでなるから。あ、小学生になるのはね、また来年なんですよね、うん、まだまだちょっと先。はい、そして次、はい、あ、これは何ですか、みなくん。うん、これは、うん、アディダスの筆箱、うん、筆箱か。みなくん筆箱を買うという。青か白、今日から使いたいなって。あー、そっか、英語の塾もあるしね、うん、使えるよね。あ、いいじゃん、いいじゃん。これはね、パパと一緒になんか選んでました。はい、はい、みなくんどっか行っちゃいました。はい、では次、いずちゃん紹介してください。はい、うん、せーの。お、いずちゃんなんとゲームを買いました。ゲームソフト、これは何ですか。あつまれ動物の森です。はい、いずちゃんはね、お姉ちゃんが使ってるの羨ましくてね、買いました。はい、はい、まだある。うん、あと1個、うん、まずこれシャツあるんですけど、うん、人形を買いました。あ、お人形も高いましたか。これはフレッシュっていうポケモンです。イーブイの進化系。あ、そうだ、ママの大好きなポケモン。そうだ、いずちゃんね、スマホの待ち受け画面もそれにしてるよね。あ、違う。あ、違う。あ、それシャワーズっていう。あ、そうなんだ、違うんだ。シャワーズってやつ。そう、シャワーズ。かわいいじゃん。よかったね、それも買えたんだね。あ、こういうポケモンなんだって。よかったね。可
富士ちゃんはお小遣いも貯めてたからまた買えたのかな。うん、ね、じゃあ次マリちゃん。はい、たくさん買ったね。じゃあ紹介してください。はい、マリちゃんは2つのお店で買ったのかな。そう、いきます。はい、どうぞ。じゃん。お、これは何でしょうか。うん、なんかコレクションのやつかな。マリちゃんはこれをお部屋に飾りたいということで 1,2,3 番どれが出るかわからないけどこれを買ったみたいです。今出してみようか。じゃあ、じゃじゃん、買った。マリちゃんの好きなの出るか。ミーフィオ、ミーフィオ当たった。やった、すごい、かわいいじゃん。やった、エテル当たり。あ、これが出たんだね。ミーフィオ何で5番。はい、マリちゃんもこれが出たみたいです。はい、カレーを買ってきたよ。これは3学期の新しい筆箱です。あ、筆箱買ったんだ、三角形用に。なるほど、可愛いね、この色ね。虹色の綺麗だよね。あ、可愛い、可愛い。これが一番気に入りました。すごい、可愛いよね。はい、マリちゃんの新しい筆箱はこんな感じ。ね、はい、ここにポケットも入ってます。次は、この鉛筆です。鉛筆、はい、文房具たち。あ、文房具が欲しかったんだね、マリちゃんは。これは、折りたたみ定規です。はい、30センチに伸びる定規だね。そう。はい、そしてマリちゃん、鉛筆もたくさん買いましたよ。はい、これは 2B の学校用の鉛筆です。はい、カラフルで可愛いので買いました。あ、可愛いね。パステルだね。パステルです。はい、次はマリちゃん、ティッシュを買いました。はい、はい、何と何を買いましたか。 BTS シビルとスパイファミリーを買いました。はい、マリちゃん、最近可愛い可愛いアーニャを見てスパイファミリーが好きになりました。はい、はい、BTS シビルはカノンちゃんの影響で買いました。はい、はい、そしてマリちゃん、なんと緑と水色のネイルを買いました。はい、みずちゃん見て、すごい可愛くない、この色。マリちゃんこうやってね、おしゃれも好きになってきたみたいだよ。はい、これは何ですか、マリちゃん。これは BTS シビルの絆創膏です。あ、かわいい、これバッグに入れられるじゃん。そう。はい、マリちゃん、5種類の BTS シビルの絆創膏を買いました。はい、最後マリちゃんは便箋を買いました。レターセットを買いました。はい、はい、はい、これはとってもかわいい EV のレターセットです。イエーイ、これはね、うん、お友達とお手紙書きたいし、うん、かわいいから買いました。前の方に絆創膏を入れます。すごい綺麗な色。マリちゃん、いい色買ったね。そう、綺麗な明るい色が良かったから。見て、綺麗。あ、かわいい。こんな感じ、緑色で綺麗。今日はお年玉でお買い物をしました。はい、